行くわよ。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。現在1番人気はゴールドシップ、2番人気を紹介しましょう。メジロライアン、注目のトリプルティアラの馬娘ダイワスカーレット、8枠18番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはニコロブルー、9番グラスワンダー、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、ニコロブルーは快調に飛ばしていきます。ダイワスカーレットペースが速い。冷静さを取り戻せといいのですが。先頭はニコロブルーは単身で飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはニコロブルーボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、そして外目をつきましてはタマモクロス、少し後ろからグラスワンダー、少し離れてダイワスカーレット、その内並んでオグリーキャップ、少し後ろから14番、およそ5馬身開いてメジロライアン、その後ろ1番、少し離れてゴールドシップ、さらにハッピーミーク、4番、外から行く。向こう正面に入って先頭は9番。順位を振り返っていきます。現在1番手は9番、差がなくニコロブルボン、2馬身差グラスワンダー、その外並んでタマモクロス、ダイワスカーレット追走、内の方から14番、その内並んでオグリーキャップ、その後ろメジロライアン、さらにはゴールドシップ、1番、並んでくる1馬身差4番、1馬身離れてハッピーミーク、少し離れて6番、15番、並んでくる少し離れて10番、さらに7番、後方2番手に17番、16番、最後方からのレースになりました。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。グラスワンダー、ここで抜け出した。中山の直線が短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。この直線で勝負が決まるぞ。上がってまいりました。ダイワスカーレット、ダイワスカーレット、見事な5号抜きを見せる。200を通過、ダイワスカーレット並んできた、上がってきた。私が一番、ダイワスカーレット抜け出した。お見事、ダイワスカーレット、着差異常の強さを見せた、見事な勝利です。ダイワスカーレット URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はグラスワンダー、3着はメジロライアン。やっぱり私が一番。